はい、ひしスタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、8月26日に発売された、テザーツールズのこちらテザーガードを紹介していきたいと思いますので、興味ある方見ていってください。以前に有線テザーツールで、使えるアイテムをね、紹介させてもらった動画があるんですけど、その中で、紹介させてもらったアイテムの一つが、こちらです。こちらは、同じねテザーツールズ製のアイテムなんですけど、ジャークストッパーと言います。こちらを紹介させてもらったんですけど、これを使うことで有線テザー撮影するときに USB ケーブルの抜けを防止したりとか、カメラ側の端子ポート、この USB ポートを傷つけずに安全に、有線テザー撮影が行える撮影の補助的なアイテムを紹介させてもらいました。で、今回紹介させてもらうこちらのテザーガードですね、これはその上位互換的なアイテムになります。今回使い方と、特徴とジャークストッパーとの違いもお話ししていきたいと思いますので、興味ある方見ていってください。じゃあ使い方なんですけど、これもね、パーツが2つに分かれます。はい、こんな感じで2つの、パーツに分かれます。で、こっちの、紐側は、カメラ側につけて、こちらの T ですね、テザーツールズのロゴがついてる方はケーブルに接続するパーツになります。じゃあこの EOS R55につけていきたいと思います。ここのストラップホールに、この紐ね通します。こんな感じで通して、はい、このように、固定させます。はい、でこっち側ですね、テザーツールズの T が書かれている方をケーブルにつけていきたいと思います。これもね2つに分離できるんですよね。こんな感じで、2つのパーツに分離できます。でここでね、ケーブルを挟んでいくんですよね。今回はねじ込み式になっているので、このようにくるくるさせるとケーブルをかますことができます。はい、ただ注意点が1点あって、これ一応ねテザーツールズのケーブル用に、作られている径になってるんですよね、この太さが。なのでサードパーティー製の、サードパーティーというか他社製の細めのね、USB ケーブルを使っちゃうと、ここがね太すぎてうまく噛めない場合があります。今回はこの、テザーツールス製じゃない USB-C ケーブルを使いたいと思います。わかりやすくね青いタイプの USB-C ケーブルを今回使いますね。普段はね前回も紹介させてもらったあの黒のね 6m タイプのやつを使ってるんですけど、今回ちょっとわかりやすく青いタイプの、USB-C ケーブルを使います。でちなみにこれナイロン製になってるので滑りやすいんですよね。一回このままちょっとねつけてみたいと思います。はい、このようにケーブルを挟んでねじ込んでいきます。はい、でマックスまで、締め込んでるんですけど、全然ねその径がね細すぎてずれてしまいます。なのでまあこれ純正の、テザーツールズのケーブルを使えば太いんでね、純正のテザーツールズ用のケーブルは太いので、十分噛めると思うんですけど、こういう細めのタイプなおかつナイロン製のものを使っちゃうと細くてねこのように甘噛みしてしまうので、テープをね巻きつけたいと思います。カメラマン御用達の、こちらの黒パーマセルですね、こちらを使いたいと思います。最近高くなりましたよね。以前はねもう10年くらい前は1000円以下で買えてたのが、もう今2000円近くなってますからね、結構高くなってます。でちなみにあの白パーもあるんですけど、白パーはこの表面がねちょっとスベスベなので摩擦がかからないので黒パーマセル推奨です。はい、こっちの方がねザラザラして、抵抗力があるんですよね。でこの黒パーマセルをこれぐらいですね、3-4センチぐらい、はい、3-4センチぐらいでケーブルの20センチぐらいのところに巻きつけます。はい、ここにね固定したいと思います。こうやってぐる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 、はい、こんな感じで巻きつけました。はい、でここにさっきのね、パーツを再度、取り付けたいと思います。はい、ぐりぐり最後までね思いっきり締め込みましょう。はい、そうするとケーブル自体の径が太くなって、なおかつ、黒パーのおかげで摩擦力がアップしたので、はい、ずれなくなるんですよね。摩擦力がアップして、ずれないようにできました。はい、これでもう準備完了ですね。このままケーブルをまず挿しますね。はい、 USB-C ポートに挿します。はい、このように挿せましたね。で、こちらのケーブル用のパーツと、カメラ用のパーツをドッキングさせます。はい、でちなみにね、両面使えるんですよね。こっち側は、磁石の仕様になってて、くっつけると持ちにくい、はい、コンモとか、はい、でここに、ケーブル側のパーツを、くっつけます。はい、こうすることでケーブルがね外側からテンションがかかっても
ここのポート周りを傷つけずに、配線することができます、はい、でちなみに今つけた側は磁石になっているので、ある程度テンションがかかるとこのように、引っこ抜けてしまいます、はい、ここ磁石入ってますよね。で、もう一側、こっち側じゃなくてもう一つの方ですね、もう一つの方はここに、引っかかりがあるんですよね。これちょっとなんか見覚えありません？どっかでね、はい、皆さん大好き、ピークデザインのアンカーリンクスです。これ見覚えありますよね。このアンカーリンクスのポッチに、ストラップ側につけたこのハウジングですね、これを引っ掛けることで、このようにね、ストラップを固定することができます。簡単に着脱できるんですよね。こんな感じで、簡単に、取り外すこともできます。これと同じ要領なんですよね。この引っかかりがある方に、ケーブル側のパーツを引っ掛けることでケーブルをね、固定することができます。こうするとどんだけ力をかけたとしても外れることはないです、はい、こっち側を使うとテンションがかかっても外れることはありません、はい、でちなみにね、このマグネット側、マグネット側を装着させたとしても、ここね結構な磁力がかかってるんですよね。だから、まあ、こっちの磁石側もねだいぶ磁力強いので、そうそう簡単に、抜けることは、なさそうですね、はい、という使い方ですね。このように使うことで安全にテザー撮影を行うことができる便利アイテムになってます。でこの旧製品の、ジャークストッパーと比べてもやっぱりねこっちのテザーガードの方がだいぶ使い勝手は良くなってます。まず何よりもこの紐の部分ですね、紐の部分がかなり太くなって、頑丈になってそうです、はい、ちょっとね強度は分からないんですけど、明らかに、このジャークストッパーの方と比べても太くなってますね。これ頼んないですよね。これがねちょっと心配だったんですけど、まあ問題なくは使えてました、はい、ただ強度は明らかにこの新製品のテザーガードの方が強いんじゃないかなと思います。はい、であとジャークストッパーの方は接続部分がこんな感じなんですよね。ここもねちょっとねチャッチーというか、頼りないというかっていう感じがしたんですけど、テザーガードは片側がマグネット式になってて、でもう片側の方が、アンカーリンクスみたいに引っ掛ける方式になってます、はい、こうすると、外れませんね。であとねこのジャークストッパーね、このケーブルを固定するパーツもねなんかちょっとややこしかったんですね。ここでギュッとケーブルを押さえ込むんですけど、ここがね使い勝手悪かったです。で今回のねテザーガードはこのまま、挟み込んでねじ込んでいけばそのままね固定することができるので、ここもね非常に使いやすくなってます。使い勝手ねかなり向上してます。こちらのテザーガードの方が明らかにこのジャークストッパーと比べても全体的に使い勝手が向上しているので、有線テザー撮影を行う方はリンク先貼っときますので、興味ある方は、使ってみてください。はい、というわけで今回は、テザーツールズの、テザーガードを紹介させていただきました。ぜひ使ってみてください。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。